ボイジャー2号が撮影した天皇防止の画像天皇星に対する宇宙探査について述べる。現在まで天皇星の探査は多くが望遠鏡で行われており、天皇星に近接して探査したのは1986年のボイジャー2号のみである。ボイジャー2号は天皇星の衛星、冷たい大気、天皇星の缶などを研究し、今まで知られていなかった10個の衛星や2つの 艦などを発見した。また、今までに知られていた5個の大きな衛星の画像も撮影し、クレーターや峡谷を多く見つけた。天皇星専門の探査ミッションも提案されてはいる。ものの、2012年現在どれも正式な実現には至っていない。ボイジャー2号は天皇星に1986年1月24日に接近し、最も近い時には、 惑星の大気上層部から8万1 5 0 0トルの位置まで近づいた。ボイジャー1号は土星の探査の後惑星探査を終えており、これは探査機の最初の単独のフライバイであった。ボイジャー2号撮影による天皇星の衛星、ミランダの画像天皇星は太陽系で3番目に大きい惑星であり、太陽から28億キロメートルの位置を回っており、一周には84年の 時間がかかる。ボイジャー2号によって計算された1日の長さは17時間14分で、天皇防止はその時点軸が顕著に傾いている。この軸のズレは太陽系の成長初期に惑星大の天体が衝突した結果と考えられている。その奇妙な位置取りによって、極域は日光にさらされる側と全く日光が当たらない側に分かれており、天皇星の状況の予測は 進んでいなかった。天皇星の磁場は、ボイジャー到来まで詳しくは知られていなかった。観測によって、磁場の強さは地球と同程度であるが、にもかかわらず天皇星の中心部からの操作によって、軸や中心点からずれていることが分かった。この独特の磁場は、天皇星内部の中間層で圧力が十二分に高いために、水が電動性となっており、 磁場が生成されていると考えられている。また、横倒しになっていることの著しい影響として磁場の王が惑星の自転軸から60度傾いていることを発見した。また、磁場の王は惑星の光点で長い螺旋状にねじれていた。天皇星の放射線体はおおよそ土星と同程度の強度であることが分かった。放射線体での放射線が強いため、 照射によって10万年と比較的早い時間で内側の月や缶の凍った表面に捉えられたメタンを暗い色に変える。これは衛星や缶の暗い灰色の表面に影響している可能性がある。天皇星の大気では高い層の霞は日光が当たるの実極の周りで検出されており、また大量の紫外線放射が発見されエレクトログロと呼ばれている。 大気の平均温度はおおよそ56ケルビンであった。特徴としては日光が当たるがあと暗い側で、またその他の多くの惑星でも、雲んの温度は同じ程度であった。ボイジャー2号撮影による天皇星の間の画像ボイジャーは10の新しい衛星を見つけ、当時天皇星の衛星は合計で15個となった。 多くの新しい月は小さいものであり、最大のものでも直径が1 5 0トル程度であった。五大衛星で最も内側のミランダは、太陽系で最も奇妙な形状であることが分かった。ボイジャーの衛星へのフライバイによる詳細な画像によれば、カーニーと呼ばれる巨大な楕円形であり、2 0トルほどの深い溝があり、棚田状の層や、 新しい表面と古い表面の混交などが見られた。一つの説としてミランダは大衝突で砕かれた月が早期に再集合したのではないかと言われている。三個の衛星は土星の衛星と同じく氷と岩の集合体であることを示した。チタニアには巨大な断層や峡谷など地質学的にかつて地殻変動があったとされる痕跡が見つけられた。アリエルは明るく、 おそらく表面が天皇星の衛星の中で最も若く、これは氷体の大規模な流れと考えられる地質活動が行われていることを示しており、多くの断層や谷を生み出していた。小規模な地質活動は、ウンブリエルやオベロンでも起こっていることが判別された。以前から知られている天皇星の肝が木星や土星のものとは明らかに違うことが発見された。肝は、 比較的若いものであり、天皇制の形成時にできたものではなかった。艦を構成するゴミは高速度での衝撃や、超積力で破壊された月の残骸であった。さらに新しく二本の艦を発見した。現在までに行われた天皇母子探査は、ロイジャーのみであり、現在も実施計画はほとんど立っていない。英国のミュラード宇宙科学研究所は、 NASA とエサの共同でウラヌスパスファインダー計画を行うことを提案している。2022年に計画される探査ための中規模計画の要求は世界から120人の署名を得て2010年12月にエサに提出された。エサは中規模計画の上限予算を4億7000万ユーロとしている。他にはホーラスと呼ばれる計画をジョンズ・ホップキンス大学応用物理研究所が 提案しているこの計画では、原子力を利用し、カメラ、分光器、磁力計などの観測用機械を搭載した周回機を天皇星に向かわせることを計画している。この計画は2021年4月に打ち上げを予定しており、天皇星へは17年かけて到達する予定で、到達後は最小2年間探査を行うとしている。2009年、 NASA のジェット推進研究所の惑星学者は、太陽電池による天王星軌道周回衛星の設計を進めている。このような探査機の最も有利な打ち上げ時期は2018年8月であり、2030年9月に天王星へ到達する予定である。科学装置には、磁気計測機、粒子検出機に加え可能であれば、カメラを搭載する。 最近の10年の惑星探査の将来性を調査する調査で10年規模惑星科学探査委員会はウラヌスオービタープローブを推奨しているが火星への探査や木星衛星系の探査がより優先されているリレーテッドウェブサイツありがとうございます